ヨルバンニョン、ヨルバンニョン、ピーボーイです。ピーボーイです。うまっ。あースープ激しみ。今ワッキーとリョウが食べてるのはチンチャンポンっていう韓国の旨辛海鮮ちゃんぽん系のインスタントラーメンの中の一つです。韓国結構インスタントラーメンいろんな種類あるけど、その中でもこのちゃんぽんの市場も結構激安で、もういろんなちゃんぽんのインスタントラーメンをいろんな会社が売ってるわけ。何が何だか分からず食べてますけど、美味しいです。麺がめっちゃいい。そう、麺がね、海鮮辛うま系のスープがすごい染みるような麺になってて、結構辛いよ。辛い。美味しかった。美味しかった。チンチャンポン初めて食べて美味しく満足してもらったと思うんだけど、最近韓国でちょっとプチ流行りしてるアレンジ方法があるっていう風な情報が入ってて、海鮮系の旨辛のラーメンってことはもう分かってもらったと思うんだけど、クリームパスタ風にするのが最近流行ってますと。クリームパスタ。パスタです。ナーラ的なこと？何？ナーラ的なこと？ナーラ？ああ、な。マジ？結構真逆の感じだね。一応真逆だよね。まろやかでクリーミーな感じとスパイシーで海鮮な味。全くあんま想像がいかないと思うんだけど、これを一緒に作って食べてみようっていうのが今日の本当の趣旨です。海鮮旨辛ちゃんぽんでクリームパスタ。レッツゴー。腹8分目。なんかベーコンとか久しぶりに焼くんだけど。焼けたよ。水を100。うん。どんぶりに入れても別に大丈夫。でもこれは。でも映える皿の方がいいのかな。映える皿ね。じゃあ牛乳煮立ってきたら麺と火薬入れます。麺液体スープってのがあるんですけど、半分だけ入れます。でもこのタイミングで入れちゃって良い。このタイミングで入れちゃって良い。おー、匂いが変わったね。何の匂いだこれ。なんかカニクリームっぽい匂いする。すっごい色。うわ、ミスった。できた。割っちゃった。海鮮旨辛ちゃんぽんがクリーム風パスタ風ちゃんぽんに変わったよ。やったな。できた。食べる。食べます。何色だこれ。何色に見えてる今みんな。サーモンって感じ。あー、俺もサーモンだな。俺いやー、どうだろう。いただきます。うまっ。ああ。合うね。バイ。海鮮とミルク、クリーミー、合うね。あ、合うかも、海鮮とミルク。麺がなんか変わった気がする。うまい。不思議なクリームパスタ食べてる気分だわ。この味は食べたことないよね。カニなのかな、この海鮮の主な歴史。カニクリームって言われてすごい違和感ないよ。カニクリームじゃん。いや、うまいわ。うん、辛さがあるじゃん、ちょっとした。そうだね。中和されてはいるけど、なんかクリームパスタってたまにパンチをさ、もうちょっとパンチ欲しくなるけど、うん、こいつはあるよ、辛さ。そうだね、あ、わかる。どんなパンチなの？こういう感じ？すごい伝わると思う。すごい伝わってると思う。本当にパスタだね。うん、パスタ。いいとこ取りだよね。うん。パンチもあるし。残った汁でリゾット作っても美味しそうだな、なんか。できるね。じゃあちょっと米入れますね。
うわっ、うわっ、うわっ、米入れた。いただきます。うまそう。合うわ。合う？あり？めっちゃ合う。簡単に太れるよ、これで。ああ、美味しい。まあ、ちょっと俺、やっぱ米食べよう。ご飯入れました。あ、これ太るやつだわ。ちゃんとリゾットっていうかドリアみたいな感じになってる。なのに、ね、うま辛の海鮮の味もあって、ちょっと不思議な味するわ。韓国のサイゼリアではこれが出るでしょ。やばい、殺してしまった。お試しでいい。韓国でプチ流行り中のうま辛海鮮ちゃんぽんのジンちゃんぽんに牛乳を混ぜてクリームパスタ風にしてみた。やってみました。いかがでしたでしょうか。2個比べてみてどう。どうせ食べるならこっちの方がいいな。この2個目の方で食べていくことにしたい。これもね、こっちの方が美味しかった。辛いのが得意じゃない人にもおすすめだしね。確かに全然辛くなかった。流行りそうだけどな。なんかありだよね。オリジナルも食べつつ、たまには違ったアレンジ方法で新しい味を楽しむのもありなんちゃうか。ちゃうか。チャンネル登録、カップラーメンアレンジ、ステイホーム、カムサムイだ、カムサムイだ。もう趣旨が違くなってきたね、心。バイオバイオ。次回、インドにいたのは伝説の仮面男。もうそこだけでストーリーできるんだもん。そのストーリーが進んでる。そこ